はい、どうも一郎です。今回はタクティクスイベント、はい、ミッション行ってみたいと思います。また例によってメツプラプラはお金だけだから、まあ行かなくてもいいかなって感じで、今日プラプラ行けるかどうかって感じですね。こいつすげえイメージっていうか、あんまりいい思い出なくてさ、なんか大変だったんですよね。なんだったっけ、なんか何かでこいつとね戦ってすっげえ苦労した記憶があるんですよ。昔のフルスロットルかな、なんか忘れちゃったけど、なんかすげえめんどくさかった記憶があって、あーなんか戦いたくないけど、まあ行きます。はい、編成超適当です。はい、超適当。とりあえずタクティクスメンバーで戦えそうなやつ選んできました。あとこの5人以外はもう全然もう戦地に送ることさえできないというか、そういう感じではありますが、まあやっぱ新兵器ですよね。まあ新兵器使ってあとはアビリティぐらいで、この今日プラプラ倒せるようであるならば、一応一通りのイベントをね、一通りイベント、各シリーズのイベント、今日プラプラのこのミッション達成したら、もうあとは動画に上げないようにしようかなとか思ってます。まあ、メツプラプラ挑む動画とかあってもいいんだけど、もうちょっとパワーアップしたら、強くなったらね、やってみようかなと思ってます。今日プラプラに関しては、とりあえず一通りイベントやってからって感じですね。そっからもう上げない。あんま需要ないと思うんですよね。どうですかね、見てて面白いかな。まあまだまだね始めたばっかで武器も全然揃ってないから、これ完璧もう揃ってしまったら本当面白くない動画になりそうな感じがするんですけど、さあ行きましょう。わあ、もうこいつ本当いい思い出ねえわ。はい、行きます。さて、壁を張りたい。誰で張る？一番最初、誰？はい。とりあえずは、こいつだけもうガツガツ狙っていきます。倒せそうだったら、あれ、でもこれ倒す、こいつ倒したら多分終わりだよね。周りの取り巻きは多分、倒さなくても大丈夫だったっけか？ちゃんと読めよって話なんだけど、めんどくさいのよ。あーっと、結構減ってるな。結構減ってますな。あー、オッケー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 よ。いいんじゃないの。まあどういう攻撃してくるか。いや全然余裕じゃね。オッケーオッケー。とりあえずレベルさえ上げて、アビリティさえ、ね、レベル上げてアビリティを揃えておけば、あとは新兵器でクリアできそうな感じもするな、各シリーズ。今日プラプラに限りだけどね。メツはやっぱりある程度必殺とか揃ってないと多分いけないかなっていう気はするんですけど、必殺とか回復とか、メツプラプラはね、うん。じゃないといけないと思うんだけど、今日プラプラに関してはこの程度でもいけるんじゃないか。危ないな。どうでしょうかね。そういう気がしてきましたぞ。まあなんだかんだ言ってタクティクスパーティーのデビュー戦ですよね。オールタクティクスメンバー初お披露目でございます。全然弱いのよ。全然弱い。まあ強いて言うなればモンブランぐらいかな。ちょっと魔石とかでたまに使ったりするってのは。またこのねヒーラーのとこに行くよね、ほんと。はい、オッケー。壁張るか。乱鳴とかさ、ほんと超昔の必殺技。絶
全然レベルとか育ってないけど、いっちゃえこれ。地属性弱体、オッケー、よいしょ、いけー。いいっすね、いいっすね。そう、モンブランぐらいなんで、モンブランがまあ引っ張っててくれればいいかなって感じはしますけどね。はい、どうも。さあ、うわ、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。ランダムかこれ。あ、ランダムなんかな。全体、おお、いいね、いい仕事してるよ。タイタン、あ、アグリアスさんやばくない？大丈夫？オッケー、はい、どうも。よし、オッケーオッケー。まあなんとかいけてますような、技なくても。だからやっぱレベルとアビリティさえあれば、あと新壁で今日プラプラはいけるっていうのが大体分かってきた。うん、先ほども申し上げましたけど、各シリーズとりあえず1周ね、今日プラプラのミッションできたらば、あとは動画にせずって感じで、挑めるところがあればメツプラプラのミッションを動画にしていくっていう、そういう感じにしていこうかな。はい。というわけで、じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。